はい、今日もカーカーカーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日の動画は何なのかと言いますと、前回の続きでマツダ3の動画になってます。ぜひ最後まで見てください。私、人生初マツダ3を運転してます。出だしのトルクがかなり速いし、実際にアクセルを踏み込んでみたら、踏み込んだ瞬間に体が前に押し出されるようなスピード感を運転した初っ端から感じています。ちなみになんですけれども、このマツダ3 eSkyActiv-X はと言いますと、ハイオクガソリンを推奨しています。もちろんハイオクガソリン推奨なんですけど、レギュラーガソリンでも動作はします。ですが、実際にマツダ3をハイパフォーマンスを堪能したいという皆様は、ハイオクガソリンを使っていただくのがおすすめとのことです。ぜひ参考にしてみてください。通常で実際に走行している場合でも、かなりのエンジン音が車内に響き渡っています。まるでスポーツカーを運転しているような疾走感を、このマツダ3ではたっぷりと味わうことができます。そしてそして、さらに下り坂を走行しますと、坂道の形状の勢いも相まって、かなり速い、そしてスタイリッシュな車を堪能できます。そんな車をお好みの皆様は、ドタイプな車ではないでしょうか。本当にかなりおすすめです。そして信号停車からの発進の際には、かなりの出力がかかっていました。実際に調べてみたところ、スタートダッシュがかなりスピード出ちゃいました。ですが、皆さん聞いてください、もちろん法定速度内で私走行させていただいていますので、ご安心ください。今回マツダ3の勉強を自分でしてみたんですけど、2年前に年次改良をしているとのことで、かなりパワーアップしていたそうです。お兄さんから聞きました。最大出力が190、そして最大トルクが240までレベルアップしました。そしてこの時の運転は、実際坂道やカーブを私走行していたんですけど、運転している時に全く体を揺さぶられることがありませんでした。くねくねした道を通ると、体が横揺れして、私よく車酔いを自分でしちゃうんですけど、このマツダ3は全く動じずに、ドライブポジションから立ち位置がずれることは一切なく、凸凹道を走行していても安定した走りを見せていますよね。車高がマツダ3は低いので、運転の苦手意識があったんですけれども、かなり安定した車ですので、安全性能にもより特化しておりまして、一瞬で不安は払拭されました。本当に本当に運転楽しかったです。この日は2時間ほど運転をする動画を撮っていたんですけれども、シートもふかふかで、かなり柔らかい内装になっていましたので、本当にお尻や背中にきちんとフィットして、座り心地も花丸でした。最高。長時間のドライブにも快適な運転が楽しめる、とても楽しい車になっています。内装はまた次回の動画で紹介しますが、ご覧ください、夕日に照らされていて、とても美しいですよね。そして大人かっこいい雰囲気を醸し出しています。私もこんなかっこいい車が似合う女性になりたいです。ちょっと慣れなさそう、噛んじゃったし憧れますよね、本当に。そして走行レビューはここら辺にしまして、続きましてマツダ3の美しい走りをぜひ動画でご覧ください。現在坂道を走行しているマツダ3をお伝えしています。長い長い下り坂を早々と降りていくマツダ3、めちゃくちゃかっこいいですよね。そしてお昼のデイライトも点灯してますので、こうつぶらな鋭い瞳を開けながら早々と降りていく白いボディのマツダ3です。そしてもちろんこの橋を渡る時も、すごく海とね相まってかっこいいですよね。マツダ3をこうやって走行してるとこ、こうやって動画を編集して私今初めて見てるんですけど、
本当に伸びやかですね。前から見るとマツダ3のこの長さだったりしなやかさっていうのをあまりパッと見わからないかなと思うんですけど、実際にこう目で見てみると伸びやかで、このマツダ3の美しい形とフォルムとこの疾走感がすごくすごく魅力的です。続きまして、夕方また夜走行バージョンもお届けしてます。ライトもですね、かなり明るいライトを照らしながら走行していますけれども、またねより鋭いかっこよさが出てますよね。マツダ3ってもっともっと皆さんに知ってもらって、街中でマツダ3が走っててもおかしくないくらい魅力的な車だと私もこの日にとても感じました。今までマツダ車は私CX-5 と MX-30 が推しだっていう話をしてたんですけど、こうやってレビューすればするほどよりこうたくさん魅力的なお車と出会うことができるので、またねちょっと推しの車が増えちゃいますよね本当に楽しいです。そしてもちろん後ろ姿もきちんと撮影しましたよ。ウインカーがね流れる時のこのね瞬きをするかのような鼓動ウインカー、もう目をねパチパチさせてるようなマツダ3のこの生きてる生命体を感じさせてくれるような走りですよね。いや後ろ姿もめちゃくちゃイケメンですね。たまんない。マツダ3はですね、上り坂でもこう軽々とトルクがね湧き出てくるような軽快な走りを見せてくれていまして、この時もアクセルはねほんとつま先でちょぴっと蹴るぐらいの、蹴るんじゃない、踏む程度のアクセルの踏み具合だったんですけど、もうめちゃくちゃ素早く坂道を登っていってくれました。最後にバックモニターをご覧いただいています。画質だったり動作はいかがでしょうか。周りにちょっとね障害物とかが少ないので見にくいかもしれないんですけど、写りもめちゃくちゃ良くて見やすかったです。実際にバックをしている様子がこちらになります。いやマツダ3がこう迫ってくる絵もすごいこう引き込まれますよね。いやカラーは本当に何色でも似合う車だと思います。白いマツダ3もかっこいいし、赤もグレーもその他の色もどれもかっこいいです。ここまで動画ご覧いただき本当にありがとうございました。いつも応援していただきありがとうございます。これからもマツダ車の魅力をたくさん発信していきたいと思うので、 SNS のフォロー、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。